長高は、日本の戦国時代以後に東国を中心として行われた、神高政における慣例で、田畑に課せられる年貢の基準となる高を、永楽銭に,にて見積もり、表示を行う方法。長積、永世、英別などの別名がある。東国では永楽銭が聖選とみなされ、特に、有城市や北条市の両国では永楽銭が、領内の公式の貨幣とされ、 年貢の上納も、永楽銭による洗脳を原則としたため、永楽銭による価値表示が土地を含めた富の基準とされていた。徳川市でも小田原聖伐以前に長高を採用していたことが知られているものの、江戸幕府成立後の慶長13年、永楽銭の流通を禁止する政策ととったが、価値表示としての長高はその後も根強く残り、江戸時代を通じて、 関東地方を中心とした、畑作地域での畑栄光などに名残を残した。なお、戦国時代の北条氏支配地域では、従来の神高二冠分が栄光一冠分として扱われて、納税の基準とされ、江戸時代には金一両が栄光一冠分とされた。また、長高と国高の関係は、時期によって異なるものの、江戸時代中期以後は、一石外に固定された。 ありがとうございます。